15番太田幸也さん、同志社大学。Remember me、 太田幸也、怪我からの復帰です。3年ぶりの全日本の舞台は昨日のショート、最終グループにあと一歩の7位でした。頑張ってと小さな子供たちからの声援を受けて、魂に炎を取り戻せば停止していた才能の進化は再び加速していくはず。ファイアーダンス。炎の衣装そのままに太田幸那、手応えを感じてのまずは最初のジャンプ、トリプルルッツ、3回転こらえました。そしてこの太田ならではの表現力によるスピン、トリプルサルコー、ここも3回転。ダブルアクセル、ジャンプからジャンプの間へも忘れることのない指の先までのこの表現力、トリプルトーループ、ダブルトーループ、ここはコンビネーション3回転、落ち着いてますね。2003年の世界ジュニアチャンピオン安藤や、そして浅田真央の前にまず世界に道を切り開きました。一つ一つのポジションの変化も綺麗ですね。本当にこの選手はつま先から足の先まで全てのその体の使い方がうまいので、全体的に全てに注目してみてもらいたいと思います。トリプルサルコ、ダブルトーループ、ダブルループ、くるりくるりくるり、3連続。ダブルループ、ダブルループ。ループの舞を見せました。綺麗なポジションですね。トリプルトーループだったんですが、ちょっと飛び上がるときに早かったですかね、タイミングが。一瞬のため息が漏れた場内、トップバランスに入るのが早いですね。スパイラルです。愛をアピールしながらのリンク縦断です。銀盤への帰還を見事に果たした20歳のプリマドンナ。
観客の心を指先からつま先で絡み取るような表現力、まさに炎に包まれてのこのフリーの4分間です。久しぶりの競技会でこの満員のお客さんからの拍手を味わうかのような太田雪菜。いや、国分さん、はい、トリノをきっかけにフィギュアスケートのファンになった人にしてみればまだまだこういう選手がいるんですかと。まあ、僕もそうなんですけども、こういう選手いたんだっていう一人なんですよね。これからがちょっと楽しみだなと本当思います。いや、本当ですよね。そういった意味では荒川さん、はい、デビューしてきたことから期待されていた才能です。そうですね、2シーズン全日本に出られなくて、その苦しみを今日は、はい、存分に滑る楽しみを感じながら滑られたのではないでしょうかね。なるほどね、はい。まあ、でも八木沼さん、昨日のショート、そして今日のフリー、とにかく今シーズンは大会を楽しむところからスタートという太田、はい、そうですね、やはりあの2シーズン試合から離れてしまいますと、やはり恐怖感の方が強くなってしまったりとか、勘が戻らなかったりとか、そういうことが多いんですけれども、よくこの全日本までにここまで戻してきたなというのを感じましたね。まあ、ちょっとあのジャンプの回転が足りないところも少しだけあったんですけれども、でもそんなことをも感じさせないぐらい、そのプログラム全体もバランスが良かったですし、一つ一つ本当に丁寧にあの太田雪菜選手の素晴らしい演技を見せてくれたと思います。2003年の世界ジュニアチャンピオン、そして2004年の四大陸選手権のチャンピオン。さあ、得点が出ます。テクニカルエレメンツが 37.08、 プログラムコンポーネンツは6点台を半ばから後半で 52.08、 転倒による減点が1、フリーは 88.16、 トータル 142.62、 4位というところで、完全復活は来年まで待ちましょう。